高橋純平、戦力外通告は5分。え、これで終わり？ってぐらいあっけない、あっけない幕切れだった。フェニックスリーグ中のオフ前日のある日、夜7時頃ホテルの自室で一人くつろいでいたところに電話が鳴った。球団の編成担当者からだった。明日の朝の飛行機で福岡に帰ってきて、短い電話だった。若干心の準備はしていたと、覚悟していたとはいえ、最初は何か別の要件ではないかとも思った。球団幹部との会話はものの5分ほどで終わった。噂には聞いていたものの、それを現実に味わうとあっけなさも感じた。わかりました、ありがとうございましたって言って部屋を出ました。正直あっけないなと思いました。こんな感じで終わっちゃうんだと。フロント側の思いもわかる。毎年何人もの選手に非常な通告をしなければならない。だからこそ心を鬼にしてではないですけど、あえて感情を出していないと受け止めた。時間をかける意味がないものね。球団職員として出してくれるだけでも御の字やろ。ガレージとかであ、ちょっとって感じで呼び止められて通告されるらしいね。チュニドラすら声かからない時点で察しろよ。球団職員って実際どうなんやろね。球団職員なんて次の職見つけるためのつなぎでしかないぞ。契約だからに3年で切られる。1時間かけて首伝えられても困るやん。大谷と対局の位置にいる男の末路だな。天国と地獄。ソフトバンクの育成が問題視されてるけど、戦力外受けた後に就職先、しかも大企業が用意されてるのが余計に悪いんじゃないんかね。ご視聴ありがとうございました。